海兵隊総司令官機アメリカ海兵隊総司令官はアメリカ海兵隊において軍人が任命される最高位の職位である。海軍長官の直属で海軍作戦部長と同格の職であり、1775年11月28日にサミュエル・ニコラスがアメリカ海兵隊の前身である大陸海兵隊の総司令官に就任して以来、 大陸海兵隊の解散による中断期間があったものの200年以上その名を変えていない伝統ある職である。また、この職に大将が当てられるようになったのは1945年3月21日に議会が承認した海兵隊総司令官は大将が務めることとする法令によって1945年4月4日当時の第18大海兵隊総司令官 アレクサンダー・エイヴァン・デグリフト中将が大将に昇進してからであり、創設から1890年頃までの海兵隊総司令官は主に左官が任命されていた。現在の海兵隊総司令官はデイビッド・イーチ・バーガー大将である。海兵隊総司令官の基本的な職務はアメリカ海兵隊の最高指揮官かつ最高責任者として組織を統率し、 戦備を整える責任を負い、その象徴として崇高なる尊厳を保つことである。ただし、海兵隊総司令官職は、アメリカ独立戦争以来、200年以上にわたって、名称を変えずに維持され続けてきたため、時代ごとに、職務の詳細は違ってきている。初期の海兵隊総司令官は、直接兵力を率いて、前線で作戦の指揮に当たることもあったが、 マリーン・バリックスと呼ばれる海兵隊司令部の建物が機能するようになると、そこで総司令官の職務を行い、作戦の指揮をとるようになった。1947年に統合参謀本部が創設されて以降、その構成員として大統領に助言する責任を負う。なお、統合参謀本部の構成員である他の参謀総長や作戦部長と同じく、 作戦上の指揮権を有していない。なお、内部に海兵隊総司令官より現役の専任者がいたとしても、海兵隊総司令官がアメリカ海兵隊の最高指揮官であり、最高責任者である。1776年6月25日、大陸会議の承認によって少佐に昇進した。1800年5月1日、中佐に昇進した。 1945年3月21日に連邦議会が承認した海兵隊総司令官は大将が務めることとする法令によって1945年4月4日大将に昇進した。不評市場主義の伝統があるアメリカ海兵隊では航空機搭乗員は見下される傾向にある。ありがとうございます。